黒ヘリメジロザメカーキーナスブラキーユーラスはメジロザメ属に属するサメの一種。メジロザメ属で唯一主に温帯に分布する。隔離分布しているため、いくつかの個体群に分かれていると見られる。奇水、浅瀬から100メートル以身まで幅広い範囲で見られる。雌雄は別々に暮らし、季節回遊を行う。最大で3.3メートルに達し、 他の大型メジロザメによく似ている。鍵型のワーゴバ、一様なブロンズ色の体色、背びれ感に流気がないことなどが特徴。群れで狩りを行い、魚類や頭足類を食べる。体制で1年以上の妊娠期間の後に7から24匹の死魚を産む。成長は遅く、生成熟には、オスで13から19年、メスで19から20年かかる。 特に危険とみなされるサメではないが、襲撃記録はある。漁業や釣りの対象となって、個体数が減少しており、IUCN は、保全状況を気球としている。隔離分布しているため、別々の地域で複数回記載されている。現在有効なのは、1870年、英国の動物学者、アルベルト・ギュンターが、カーカライアズ・ブラキーユーラスとして、 カタログオブザフィッシーズインザブリティッシュミュージアムの第8巻で行った記載である。1865年にも、オーギュスト・デュメリルにカーカライアズ・リモータスとして記載されており、古い文献ではこの学名が用いられていることもあるが、その後、記載に用いたタイプ標本が、花黒ザメシー・アクロノタスのものであることが分かった。1853年、リチャード・オーエンにより、 ジェリア・ラム・ナ・グレーとして記載されたこともあるが、記載に用いたガッコツが失われているため本種のものか、どうかわからなくなっている。その後、本種は、カーキーナス属に移された。種商名ブラキーユーラスは古代ギリシャ語ブラキーズ、オーラに由来する。英名ホエラーは19世紀、太平洋の保鯨船乗組員が、クジラの死骸に群がる本種を見たことに由来する。英名は、 ブラック、ティップドホエラーカクテルシャークカクテルホエラー、ニュージーランドホエラーなどで短縮して、ブロンズブロンジカクテルとも呼ばれる。ギュンターは4つの新タイプに言及しているが、それぞれ南極海とニュージーランドより得られた2個体は、失われ、オーストラリアより得られた2匹の胎児は、オーメジロザメシールカスであることが分かった。分類を安定させるため、1982年、 ジャック・ギャリックは、ワンガヌインより得られた2.4メートルのメス個体を、ネオタイプに指定した。最初の系統解析は形態に基づいて行われたが、結果は、不明瞭なものだった。1982年に、ジャック・ギャリックは、本種は、メジロザメ族内で、単独のグループであるとしたが、1988年に、レナード・コンポニョは、 本種を花黒ザメ、ツマグロ、カーキーナス、コタス、クロトガリザメ、長花メジロザメを含むトランジショナルグループに位置付けた。1992年のギャビンネイラーによるアロザイム研究では花ザメに最も近いという結果が出たが、メジロザメ族内での正確な位置付けは明確にならなかった。ノースカロライナのプンゴ川では、中心魚のトスカーノでは、先進魚の カリフォルニアのコスタメサでは、後期更新予の歯の化石が見つかっている。メジロザメ属で唯一熱帯より温帯を好み、水温摂氏12度以上の海域に生息する。隔離分布しているが、個体の交換があるかどうかは分かっていない。大西洋では、地中海からモロッコカナリア諸島、アルゼンチン、ナミビア、南アフリカ、数は少ないが、モーリタニアギニア湾、 または、メキシコ湾。インド太平洋では東、シナ海から、日本、ロシア南部、オーストラリア南部のシドニーパース間ニュージーランドから、ケルマディック諸島まで。セーシェル・タイランド湾からも、不確実な記録がある。東、太平洋では、チリ北部から、ペルー、メキシコからポイントコンセプション、カリフォルニア湾で見られる。 アルゼンチン南アフリカオーストラリアニュージーランドではよく見られるが他の地域では珍しい。多くの地域で多種と混同されているため正確な分布は不明である。湾、浅瀬、港など浅い場所によく出現するが大陸方外の外洋にも生息し100メートル以上にも潜る。岩礁や離島でも見られる。低い塩分濃度に耐え川口や タイガの下流でも確認されている。幼体は年間を通して30メートル以前の浅瀬に生息するが、生体は沖合に生息し、春から夏にかけて沿岸に大群で現れる。両半球の個体群とも水温、繁殖、餌などによって季節回遊をするが、移動パターンは年齢、性別によって異なる。生体メスと幼体は冬を低緯度で過ごして、 春には高緯度に戻り、妊娠中のメスはそこで出産する。生体竜は、年間を通して、低緯度にいるが、晩頭から春にかけて、高緯度に回遊し、出産を終えたメスと交尾する。1 3 2 0トルを回遊した記録もあるが、海峡性があり毎年同じ海域に戻る。他の大型メジロザメとの区別は難しい。細い流線型の体を持ち、 頭部後方が少し盛り上がる。糞は長くて尖り、尾光には短い前微弁がある。目は比較的大きく窓科膜がある。口角にはわずかに溝があり、上顎歯列は2935、下顎は2933。歯は虚子があり、細い一先頭を持つ。上顎歯は特徴的な鍵型で、後ろに傾く。下顎歯は直立する。 生体有のワゴバは、メスや幼体に比べ、長くて細く、根を描き、より細かい虚子がある。エラ列は5体でかなり長い。胸びれは大きく、鎌型で尖る。第一背びれは、胸びれ後端情報から始まり、高く先端が尖って後演は凹む。第二背びれは小さくて低く、尻びれの反対側に位置する。背びれ間に流気はない。 おひれしはよく発達し、常用先端付近には深い血国がある。背面はブロンズからオリーブグレーで金属光沢があり、ピンクが混じることもある。ひれの先端や円は黒くなるが、それほど目立たず、死後は急速にくすんだ、肺褐色に変化する。覆面は白く、体側には明瞭な帯がある。大型メジロザメ族、特にドタブカに似ているが、 上あご場の形状が異なる、背びれ感の流起を欠く、ヒレに模様がないことで、区別できる。最大全長3.3メートル、重量305キログラムと報告されている。素早く活動的で、単独2匹で見られるほか、緩くまとまった数百匹の群れを作ることもある。群れの形成は、繁殖や大量の餌に起因すると考えられる。 より大型のサメに捕食されることもある。寄生虫として、常虫のカソタセファラスオーストラリスデシリンクスパシフィカス、D、タリズマニーフローラセプスマイナカンサスフォーリボットリウム、ラーベルツェナイスードグラローシャスプラティ、ウオビルカのスティボローブデラマクロテラ、宮中のオトジスティマムベリポラムが確認されている。南アフリカでは、南アフリカマイワシが主要な餌となる。 海面より海底での摂字を好む。頭足類では、イカコウイカタコ、黄骨魚では、ホウボウカレーメルルーサナマズアジマルスズキボラタイカ、キュウリウオカ、マグロイワシアンチョウビ、軟骨魚では、ツノザメ属、アカエイカ、ガンギエイカ、シビレエノコギリエ,エなどを食べる。2メートルを超えた個体では、頭足類、軟骨魚が重要な餌となる。は、 スナモグリクルマヤビなどの甲殻類や、ハチクラゲも捕食する。怪獣は襲わないが、稀に漁網に絡まったイルカを捕食する。南アフリカでは、餌の69の95%が、南アフリカマイワシである。毎冬、東ケープ州から、クワズールナタール州では、サーディンランが起こり、多数の肉食魚を引きつけるが、その中でも本種が最も個体数が多い。 多数の個体が協調して狩りをする姿も観察されている。小魚の群れを球場に追い込んで、おのののサメが口を開けて突入することで捕食する。マグロなどより大きな魚に対しては、翼型のフォーメーションで追跡することで獲物同士を近づけ、特定の魚を順番に攻撃する。南アフリカのフォールスワンでは、本種が 地引き網漁船を追跡することが報告されている。他のメジロザメのように耐性であり、使い切った卵黄の王を大番に転換する。メスは右側の卵巣だけが機能するが、子宮は両側が機能する。南半球では10から12月に高移動期合で交尾が行われる。出産は6から1月、10から11月をピークとして行われるようである。メスは沿岸。 海峡、湾などの浅瀬を、洋体の生育場として用いる。生育場は十分なエサと大型のサメからの保護を、提供する。生育場として、ニュージーランドのワイメア海峡から、ホーク湾、オーストラリアでは、アルバニーセントビンセント湾、ポートフィリップ湾、北西太平洋では、新潟、南アフリカでは、東ケープ州、地中海では、ロドス島、ニースアルホセイマ、 北西アフリカでは、リオデオロ、南西大西洋では、リオデジャネイロブエノスアイレスバイアブランカ、東、太平洋では、ペルーのパイタグワニャペジマ、メキシコのセバスティアンビスカイノアン、サンディエゴアンなどが知られている。妊娠期間は12ヶ月とされているが、15-21ヶ月という報告もある。1年おきに出産し、産指数7から24だが平均して15から16。 バハカリフォルニアでは他の地域より産子数が少ない。出生時は55から67センチメートル。メジロザメ属で最も成長の遅い種の一つで、南アフリカではオスは2.0から2.4メートル13から19歳、メスは2.3から2.5メートル19から20歳で、生成熟すると報告されている。メスはオーストラリアでは点五メートル。 アルゼンチンでは2.2メートルで、生成熟するという報告もある。寿命は最低でもオスで30年、メスで25年。釣りの対象となる。稀に人を攻撃することがある。2013年、国際サメ被害目録は、種の特定されている非挑発的な攻撃事例としては6番目に、多い、20件の攻撃を本種によるものとしている。大型で強力ではあるが、 餌が存在しなければ凶暴になることはない。だが、スピアフィッシングの獲物を奪い取ったり、本種が豊富なオーストラリアやニュージーランドでは、海水浴客に噛みついた事例がある。本種による死亡事例には、2014年にニューサウスウェールズ州のタスラで起きたものと、1976年にニュージーランドのテカ派で起きたものがある。ニュージーランドでは、 サメによる10件の攻撃事例のうち3件が本種に返せられている。2011年9月の西オーストラリア州ンカーワンでの致命的な攻撃を本種によるものとする目撃者もいる。襲撃事例において互いに類似したメジロザメ族の種を正確に特定できる被害者、目撃者はほとんどおらず、専門家は このことで種ごとの被害件数が少なく見積もられている可能性があると警告している。他の大型、活動的なサメと同じように飼育は難しく、壁に衝突して傷つき、感染症から死に至ることが多い。日本では、アクアワールド、大洗いなどで見ることができる。商業漁業が、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、南米、中国などで行われており、 本格されることもある。サッシアミ、ソコハエナは、稀にソコビキモやエミオハエナで捕獲され、肉は食用とされる。釣りの対象ともなる。ニュージーランドでは釣り上げた個体に対し標識調査が行われている。標識調査はナミビアでも行われている。全世界的な個体群の動向は不明だが、成熟が遅く繁殖力が低いため乱獲の影響を受けやすい。 IUCN は保全状況を世界的には純絶滅危惧としている。オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカでは漁業がよく管理されており、個体群の EEZ からの移動も少ないことから、これらの地域では軽度懸念とされている。ニュージーランドでの漁獲量は1995の96年の40トンをピークに減少を続け、2001から2年には、 20トンとなっているが、これが、漁業監修の変化によるものかどうかは不明である。東、太平洋では、本種は珍しく、漁獲データも少ないため情報不足とされている。だが、カリフォルニア湾では、高い漁獲圧により、すべての万歳類の漁獲量が減少している。東アジアでは、種得意的なデータはないが、サメ全体の個体数が減少しているために、 気球種とされている1970年代から漁業に耐えられるだけの生態がいなくなっており、漁獲のほとんどが養体で占められている。他の危機として、沿岸の生育場の開発による生息地破壊、水質汚染、南アフリカやオーストラリアでのサメ防御網による死、南オーストラリアでの養殖業者による駆除などがある。ありがとうございます。